この説明会は被災地を7つの地区に分けて実施しているもので去年に続き2度目になります昨夜は対象の41世帯のうち6世帯9人が参加し県と熱海市の担当者が土石流で被災した藍染川の改修工事の進捗状況や生活道路の一部が来月末に完成する予定などを報告しましたまた県が作成した復興の完成イメージ映像が流され 被災者は真剣に見入っていました。前進してるっていうかね、内容がもう具体的に前に進んでるっていうことがもう、あのを感じられるっていうかね、あの実りはあったと思いますよ。住民説明会は、10月まで各地区で開かれる予定です。